岡山です。この町に降りると歴史や文化に出会えます。春を呼ぶ日本三大奇祭の一つ裸祭り、日本三名園の一つ後楽園、日本三大稲荷の一つ西条稲荷、桃太郎伝説にまつわる吉備津神社。まだまだあるよ。来て見て、ボッケー岡山市。